どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、今回はですね、今ですねこの歌改めて聞くと、まさに今2020年のこの春にですね歌うのにふさわしいんじゃないかなという、なんかこう前向きでほっこりする曲見つけちゃいました。はい、こちらです。ドン、キンキキッズのフラワー。これはですね、この間ラジオで流れてきてですね、あ、これはいいなと、これウクレレに絶対合うんだと、ちょっとレゲエっぽいんですよ、この曲。で、歌詞もですね、こう、まだまだやれるぜ、みたいな感じで、本当にね、前向き。ちょっと悲しいところもあるけど、それをこうね、プラスに転じていこうみたいなメッセージとか、本当にね、いい曲ですよ、これメロディーもすごくいいし、みんなも聴いたらね、あ、この曲歌いたいと思うと思うな。はい、やっていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはやっぱりあの独特のレゲエっぽい、ちょっとね、後ろにアクセントがあるビートを中心にやっぱかっこいい感じで仕上げていきたいと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。音楽ってね、聴くのも最高だけどやる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やりたいなと思ってたんだけどチャンスがなかったんですという方とか、楽器にチャレンジしたことあるんだけどもう無理無理難しくてやめちゃったみたいな方、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができるというレッスン動画のもうプログラムがあるんですよ。このプログラムめちゃくちゃわかりやすいということで、もう全世界中で何十万人の方もガズレレで音楽始めてくださってます。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ていただくときで本当にね笑っちゃうぐらいに楽しく音楽がすぐにできるようになりますからね。じゃあこのプログラムここにあります。ここから始まりますよ。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲は、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌う弾き語りができるようにしているレッスン動画と課題曲、すでにもう1900曲ぐらいも取り上げてるんじゃないかなというふうに思います。皆さんの好きな曲もきっとあると思います。やってみたいなと思う曲名スペースガズレレという感じで YouTube で検索していただくと出てくると思いますよ、きっと。はい、これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあそれではやってまいりましょう。今歌いたい曲、キンキキッズのフラワー、ガズレレ流超シンプル簡単バージョンからやってみます。 1,2,3,4 ダウンタタランタンタンタタタンタンタタランタン、僕らは愛の花咲かそうよ、愛愁たっぷりでやるせないよね、大人になるだけ忘れてゆくけど、太陽はいつでも微笑み返してくれる、僕らは愛の花咲かそうよ、苦しいことばかりじゃないから、こんなに頑張ってる君がいる、叶わない夢はないんだ、down, down, 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 down,
誘うよ。苦しいことばかりじゃないから、こんなに頑張ってる君がいるからはない、夢はないんだ。僕らの愛の花咲いた時、みんなで喜びを分かち合おう。こんなに頑張ってる僕もいる、一緒に夢を叶えよう。フラワーガゼレリルシンプル簡単バージョンやってました。なんかこう熱唱したくなる感じ、こう前向きなんだけど優しさもあって、この切なさもこう変える、このなんかね、このストーリーも素晴らしいなと思いました。皆さん思いっきり演奏していきましょうね。今聞いていっていただいて分かったと思うんですけど、これガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになっております。主に2番のパートをショートカット部分にさせていただいてるんですけど、主だったところはこれ全部取り上げております。今のまずガズレレでこのバージョンで練習していただいて、慣れてきたら1番のコードを書き足して2番の歌詞を書き足してオリジナルの楽譜を作って、フルコーラスで練習するのもおすすめしますよ。ひとまずは今のね、言ったようにちょっと練習していただきたいなと思うんですけど、動画の中に歌詞とコード出てますから、まずは練習スタートしてもらって、1個目のゴール設定としては動画の簡単バージョンのガズと一緒に合わせてもうね演奏できるようになったら、もう1個目のゴール達成だと思います。ちょっと歌ね、結構タイミングとか確認すればね、結構比較的簡単なんではないかなと思うんですけど、それでもやっぱすぐにはできないと思う。まずはやってみてください。で、一緒になんとかできるようになったよという方はおめでとうございます。そしたら次のステップにどんどん行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出してもらいたい。これがね、いいんですよ、すごく。でも最初からね、歌詞とコードを全部丸暗記するっていうのはちょっと難しいですから、最初はこう楽譜的なものを見て、だんだん自分の中に落とし込んでいって、いずれは覚えちゃって、それこそ大空とか花を見ながら、フラワーですから、この曲。心を込めてこう歌うっていうのがいいと思うんですけどね。まずは楽譜練習がいいと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるんでしょうという声が聞こえてきそうです。安心してください。今の演奏はですね、ガズがこの手書きで書いているノートを見てですね、このね、ノート見て、ほら、フラワー演奏したんですけど、これもうちょっとしたらこんな風に画面に大きくして、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今、めっさいいサービス始まってます。これガズクラブ。このガズクラブっていうのは何かといって、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたフラワーを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックの中から、皆さん、毎月5曲、私この曲やりたかったんだよな、この憧れの曲、これいいなって思った曲、5曲をね、選んで、お手元にデジタルデータとしてそれをダウンロードしていただいて、この楽譜全部ガズレレ YouTube の動画に紐づいてますからね、すぐに練習開始できるよという画期的な、サービスになっておるんでございます。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず毎月2回行われている世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベントガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。本当に課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますので、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上げてますっていうか盛り上がってます。このガズレレ大学は今ね、パソコンとかで見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこを押して入っていける、毎月590円で、毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い、濃厚なことをやってます。毎週2回のライブ配信で質問し放題。ただいまの課題曲はルパン三世ということでね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこう、チャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか面白いんで、ぜひぜひ、ちょっとね、これは初心者の方はちょっと練習してもらって、18ビートのチャットが16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですね、ガズさんラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでね、ラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますんでチェックしといてください。それでは楽譜を見ていきましょう。フラワーキンキキッズです。いやー、このメロディ、僕らは愛の花咲く、もうね歌いたいですよ、これは気持ちがいいです。はい、楽譜
も見ていきましょう。まずこれイントロ2ブロック分なんですけど、これカッティングっていうかね、これ下にね書いてあるのはかっこいいバージョンではちょっとここをこんな風に弾きますよというメッセージでございます。他にも例えばここ見て下にコードが名前がかかってるよね。これはかっこいいバージョンではこのコードを弾きますよとか、ここにキメがあったりとかね。はい。たったったこれ決めますよ。かっこいいバージョンではこういう風に下にちょっとメッセージがあります。はい。で、こうやって今映しとくので、時間ある方、ノートにね、一時停止して書き出して自分なりにゆっくり練習していってください。で、これね、もう一個、さっき紹介させてもらったガズクラブで、このガズのノートそのものをダウンロードしてもらうのはめちゃくちゃ面白くておすすめです。ここもちょっとよく見てもらうと、僕らは歯の上に点があったりとか、のの上に点があったりとか、はい。この、ここ、そうとかあるでしょ。この点がですね、リズムなんですよ。僕らは愛の花咲かそうよ。こんな感じで、この点でこう、リズムがわかるっていうのと、このクールしいいとか伸びてるでしょ。こういうね、伸ばしてるっていうのは歌詞カードには出てこない表現だったりするんで、すごくこのタイミングの並び方とか、この点でね、ガズならではの分かりやすさが凝縮されているんで、ぜひともガズクラブでダウンロードするのもご活用ください。こことか見て、コード進行だいぶ変わってきてますからね。はい。じゃあ一時停止で、まず A メロのところまで書き出してください。はい。時間ある方ね。OK。ここもワンブロックで積んでってますよ。変わってます。簡単バージョンとは。はい、OK。じゃあ、B メロから、なんですけど、ちょっとここ見てもらいたいの。A メロやって B メロ行くでしょ。はい。太陽はいつでもってこうやったら、ここ見てください。サビ1から間奏へ行きます。ってことは、ここですね。サビ1から間奏。ここまでやったら、そしたらですね、ここに戻ってきます。戻ってくるというか、繋がります。B の2番に。本来は今の後に B メロの1番が入るんですけど、つまり B メロの1番をカットしている、A メロの2番をカットしているということですね。この B メロの2番に、ガズレレバージョン、ショートカットオリジナルバージョンは飛んで、心の真ん中に入っていきましたというアレンジになっております。はい、で B メロやったら今度は、見てください。サビ1へ戻ります。もう一回サビをやるわけね。サビをやったら今度はどこ行くか。はい、今度は、サビの2につながります、そのまま。ちょっと歌詞変わってますからね。で、こういうのになってるんですけど、最後、ここ、ラララララって書いてあるじゃないですか。これはですね、ちょっとね、キンキリッツさんの音源を聞くと、ララ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 ラってしばらく、この後ね、このみんなで歌えるようにララのコーナーなんですけど、このコード、サビのコード進行でラララを言って、だんだんフェードアウトして音がちっちゃくなるっていうのをちょっとやってみました。皆さんもこれはまあちょっとやってみると面白いんでやってみてもらいたいんですけど、コードはこのままでラララララで終わっていく。これがガズレレのアレンジになっておりますと。ちょっと動画の中のテロップと確認してやってみてください。じゃあ出てくるコードをどんどん紹介していきましょう。赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンで出てくるコードなのでちょっと隠しておきます。読んでいきます。C、A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー7だから、6、7、8個のコードですね。今日は簡単バージョン8個のコードでできました。8個結構あるかなと思うかもしれないんですけど、これはね、安心の入門コードです。はい、これ。ガズレレではおなじみのガズレレ必須コード。これはね、入門コードですよ。これ一体何かというとですね、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい。10個の入門コードのグループなんですよ。10個もあんのかと思うかもしれないんだけど、これね、1個ずつ見たら入門コードなんで、どれも超簡単なんですけど、10個をいっぺんにガッとこう頭に覚えようとすると、なかなかごっちゃごちゃになるんでね、頭がね。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画撮ってます。ここにリンク貼っておきます。必須コード10個はここで完全マスターできますから、楽しくね。はい。今日はそのうちの8個ですから、ちょっとなんとか覚えて、楽しんでやってみてください。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていく、その前になんですけど、これもですね、いつものことなんですけど、歌ですね。これ、皆さんこの歌ね、ご存知の方も多いと思ってて、いっぱい聴いてね、もういつも歌えるよっていう風に思うかもしれないんですけど、いざ自分で演奏して歌ってみるとですね、あれこんな風になってたんだっていう発見もあると思います。今からかっこいいバージョンのところを練習する前に、今一度ですね、歌をよく聞き込んでじっくり自分のものにして、このタイミングを確認して練習していきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説が入っていく、ゾーイと。はい、かっこいいバージョンではかっこいいコード1個追加です。これです。F マイナーです。これはですね、ちょっと抑えるの難しいコードなんですけど、一応抑える場所だけ説明しておくと、こことここなんですけど、これね、二通りの押さえ方があるよってことを言ってるんですけど、これね、結構この押さえ方の解説ね、なかなかね、大変なんでね、実はこの動画があります。F マイナーのことだけをめちゃくちゃ詳しく解説している動画があるんで、F マイナーってどうやって押さえるんだろう、私やったことない、よくわかんないなという、ちょっと私苦手という方、ぜひぜひここのリンク、ここにリンク貼っておくんでね、F マイナーの練習コードの押さえ方研究してやってみてください。今日これすごくいい味出すコードなんでね。はい。じゃあ次はリズムですね。今日のリズムはすごい特徴的です。いきます。はい。今日出てくるリズムはこれ、ドン。アイランドビートとカッティング。
ティング、こんな感じになると思います。このアイランドビートっていうのはですね、これまさにぴったり。本当はこの曲すごいレゲエっぽいんで、レゲエビートっていうのもあるんですよ、ガズレレで。なんですけどね、レゲエビートっていうのはものすごいハイレベルな技だったんで、これ案外ですね、もうみんなで楽しくゆったりやるにはアイランドビートの方がいいぞということでこれを取り上げました。ちなみにアイランドビート、あ、ちょっと今出てるこの2つの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚なんですけど、そこにね、この2つの弾き方、濃厚解説レッスン動画すでにアップロードされております。じっくり見てやってみてください。このアイランドビートマスターしておくとね、めちゃくちゃいいですよ。ちょっと基本的にはどんなリズムかっていうのをやってみると、どんどこちゃっかたっかどんどこちゃっかたっかどんどこちゃっかたっかどんどこちゃっ、このちょっと跳ねた感じ、シャッフルのリズムで行うリズムでございます。チャック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 、体を揺すってこの跳ねた感じ、 C でどんどこちゃっかたっかどんどこちゃっかたっか、ワンで後ろにアクセントがですね、ドンツンパカツンドンツンパカツン、これがね今日取り上げたいリズムです。ちなみにこれをレゲエビートみたいな感じでガズレレオリジナルのちょっとね難しいリズムでやってみると、ワンフレーズやってみると、せーのー、僕らは愛の花咲かそうよ、苦しいことばかりじゃないから、これがレゲエビートです。これはめちゃめちゃかっこいいでしょ。めっちゃ難しいですよ。なぜかというと、もう全部カッティングが激しく入るんで、これかなりのね、すげえ難しいリズムだから、このニュアンスを残したまま、ちょっとこう、もうちょっと柔らかい感じで、これガッチガチのレゲエじゃなくて、もうちょっとゆるい感じでできるリズムとしては、このアイランドビート最高。もう一回アイランドビートでやってみると。僕らは愛の花咲かそうよ、だいぶニュアンスは結構近いでしょ。これだったらですね、結構初心者の方でも気持ちよくできると思います。このアイランドビートぜひさっきのリズムいろいろのところでマスターしていってください。で、このカッティングっていうのはたまに出てくる決めとイントロでちょっと出てくるんで、ちょっと流れで解説していきましょう。まずイントロなんですけど、かっこいいバージョンはこんな感じでやりたい。ワン、ツー、スリー、フォー。ダンツタタラツタンタンタタンタンタンツタタランタン。僕らは、はい、今のは C で最初一回。ガン、タッカタッカッカタッカ、チャンスタッカ、最初の一回 C 弾いて、あとはカッティング、左手弦触れてるだけでカチャ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 やるだけなんですよ。で、チャも入れる、わかった、ジャンコカチャカタスタスタタカタカダーツクタ、こんな感じでちょっとイントロちょっとアレンジしてました。メロディーは口で言う感じですね。はい。そしてそこからサビで、サビから基本的にずっとアイランドビートが続くんですよ。淡々といく感じね。僕らは愛の花咲かそう。こうやって やるんですけど、ちょっと余裕出てきた人は、ちょっとこのフレーズの中にも、もうね、18% ぐらいカッティング入れるとかっこいい。わかる？これカッティング全く入れないと。普通のアイランドビート、ちょっと何割かカッティング入れるとガズの左手見たら分かるでしょ。ちょっとだけカッティング入れられる余裕がある人は入れてみてください。そうするとよりちょっとレゲエっぽくなるよってことなんで、だからあんまり気にしなくてもいいです。最初はまず普通のカッティングなしのアイランドビートで全然取り組んでいたって、もうそれでもね十分このかっこよさ出ると思います。であとこう淡々といくんですけど、たまに決めが入ります。感想の一番最後のところでちょっと決めがあるんで、ちょっとやってみると、この感想かっこいいよね。次です、こんな感じ、ダツツタツツタダ、こんな感じですね。これもカッティングで、これは G7 でダドとダドとダダツツタカツ、こんな感じです。これはですね、もうニュアンスでやっていただくしかないと思うんですけど、難しかったら、ダッダッダーダッみたいな感じでいいと思うんですけどね。一応正解とっちが、オリジナルでやると、ダッツタッツタダッ、かっこいい。G7 でカッティングです。ダッダッダダッ。はい。ここからまた、辛いばっかりでと、はい。ここからまたアイランドビート。で、A メロのアイランドビートはちょっとね、ボリュームできる、抑えめの方がかっこいいかもなと思います。で、A メロとかの中には、ワンブロックコード4つがある、入ってくるんですけど、ここもね、結構簡単。若い、A メロの後半いきます。若いくせにさから。せーのー、3、若いくせにさ。はい、次だよ。ラクラ
決めっぽくなるんですけど、まあまあそんな、あんまり意識せずでもここはいけると思います。その後はもうほんとシンプルだね。あとは繰り返しで、あとほんとこれだけですね、感想で決めが入るだけで、あと繰り返しなんで、あとはこの曲はやっぱりそういう、なんつうのかな、こうテクニカルなとこっていうよりも、全体的なリズムの、このちょっとレゲエっぽい感じの、ふんわり感がやっぱり大事だと思いますね。早くなんないように、こう、ちょっと力んでないように、やっぱりリラックスした感じがいいじゃないですか。で、リラックスすごいしているリズムなんだけど、歌詞の内容を読むと、結構やっぱこうパワフルなことを歌っていると。でもそう焦るなよとリズムが言ってくれてるみたいな、その頃ね、バランスがいいんじゃないかなというふうに思います。基本的にはこの歌として熱いね、メッセージが詰まってる歌なんで、そのギャップをですね、こう、リズムでこう表現していく。これが最高だと思いますね。はい。で、最後はいつものたまに出てくるやつ、このフェードアウトなんですけど、これだん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 歌と演奏を同時に下げていくっていうのがね、結構面白いんで、ちょっとゲーム的にね、トライしてもらうとなんかこの、面白いですよ。結構のフェードアウト、だんだんちっちゃくなっていく。これをちょっといろんな、ガズの他の動画とか、この動画を参考にしてですね、やっていただきたいなというふうに思います。ということでですね、結構シンプル曲ですね。このアイランドビートさえちょっとこう、なんとなくものになればですね、これはね、結構楽しめる曲だと思います。これみんなでね、歌ったらかなり気持ちいいかと思いますからね。もうこれしっかり、歌の世界観とかもじっくりこう噛み締めて、心込めて歌っていきましょう。それではやっていきましょう。キンキキッズのフラワー、ガズレレル超かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。僕らは愛の花咲かそうよ。
キキッズのフラワーガズレレ流かっこいいバージョンやってよさあ。この曲はですね、いい、このなんていうかな、熱いメロディーとこのリズムがですね、もう体にこうなんか体がこう動いちゃうみたいな感じになるとね、もう元気になるしね、もうメッセージもたっぷりです。ぜひこれ心を込めて歌っていきましょう。ちょっと皆さんお知らせ、これ今日なんですけど、このお知らせができることになりました。はい、今度出るリットミュージック社から出るガズレレの本の最新号の予約がですねスタートしております。発売日は7月13日なんですけど、2022年の、はい、予約スタートです。このことについてしっかりちょっとねご案内してますので、ちょっとここのリンクぜひぜひ見てみてください。知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか。これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクールロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、あのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイトだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあ、このガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。